さあ、ミニケーブルのチャンピオンが入場してまいりました。我がトクロスはミニケーブル金入場金賞合戦、まずは仕切りか。さあ、対戦開始。トクロスは4階級7キロ以下を誇る決定戦、ミニケーブル金の入場金賞合戦であります。先に入場は神戸の2代目オリジナル、後から入場してまいりました石垣島友花形一ちゃん号、今同期大会宮古の防衛戦となります。さあ、すでに両軍ともにつながり自由な対戦。さあ、対象者の爆弾速攻で先手を取るか、神戸の2代目オリジナル。さあ、片や掛け技を切り、掛け技からの腹取り速攻で見事に宮本防衛戦成功となるのか、石垣島東方が打ちゃう。さあ、序盤は相手の出方を見ております。ようになります。さあ、どちらが仕掛けてまいるか。一体の工場で
さあ、ここは慌てるだけなく得意の詰めかけで主導権を取りたい。どの花形にチャンネルがあります。熱い戦い。
ただいま場内は10分の経過をいたしました。10分の経過であります。両名ともに一般を伺い交渉を受け入れる優勝組賞を進んであります。Thank you.
は2歳の音符であります。トモハラタビチャンピオンは4戦目となります。先ほどの勝利バッタント体制を落とした際に、23分37秒が最長体制テープであります。ミニテーブルに決めるのは2代目オリンピックの最長体制タイムは昨年10月の16日オカゼンのレイジン・ダルケシンと対戦を出した際に24分45秒が最長体制タイムとなっております。参考までにお知らせをいたします。26分を戦っております状況でありますが、スタイルアイの提供がございます。さあ場内が16分10秒を経過させております。Thank you.
はソフトボールと三鷹両雄。大きな拍手をお送りいただきたいと思います。練習でございます。